はい、こんにちは。札幌占い美容師の山口のことです、今回はパーマで、今から1時間半でカットちょっとしてパーマをかけるんですけど、で以前は、かかりづらいからということで何回かパーマをかけ直ししたんですか、はい、3回ぐらいしたんですか。3回ぐらいしてパーマがかかんない、かかんなかった、チリチリになって切れちゃった、はい、っていうことですね。でパーマやり直しで切れてしまったということがあるので1回で今日かけていけたらいいかなと思います。こういう感じなんですけど、ただちょっと思ったのが、なんかモデルさんの髪でそれやるとなんかこうもじゃもじゃになっちゃうとも嫌だなと思って、かかってるとこかかってないところのなんか差があってもいいのかなっていう感じがして、なんで例えばこの耳下は全部かけて、表面の方はかかってるとことかかってないところあるみたいな感じでもいいのかなっていう、間引いてかけるみたいな感じもどうなのかなってちょっと思ってます。正直このもらっていただいた写真のやつが結構パサついてるあのウェーブのスタイルなので、なんかあんまりこう全体にかけたらバサって広がっちゃうのかなって気がして、ちょっと怖いなと、ちょっとイメージにそういうなんかハードなイメージはちょっとあんまり浮かばないからなんかちょっとこの雰囲気をもっとなんかちょっと柔らかい感じでなんか今あんまりこうハードにパーマかけてるのが多分なんとなく合わないんではないかなって僕勝手に思ってて、でかけるとこかけないところっていうのを織り交ぜてベースはしっかりかけていくような感じですかね。なんかグラデーションのカラーやるような感覚でパーマをかけれたらいいのかなっていうふうに思ってて、それを1時間半でちょっとやっていこうかなと思います。カットはそぎ入れるぐらいだからそんなんでもないかなと思います。ちょっとまあ揃えたりしますけど、ビフォアがこのような感じで、結構履歴をすごい、今この生え変わりの毛が上すごいですね。このような感じで非常にかかりづらい髪質をされて、あ、すいません、ちなみに前髪はあの僕ちょっとここ伸ばしてるってことなんでここをつなげたいと思ったんですが、お仕事でちょっとここ切れないってことで、あえて今日はこの前髪はいじらないでこのままにしておきます。なんかこう段入れるのもちょっと怖い気がして、やっぱイメージで浮かばないようなこの段入れた感じが、難しいですね。なんかイメージが、今パーマかけるのが一箇所障害があって、この毛が今まあ短いのか伸ばしてるからちょっと切らないで残しておいたと思うんですが、これ実は長さってここで見ていくので、これは実際ここに見えてますけど、これはどっかで一回切らないとダメなものなんですね、はい、ここが今下になってますけど短く見えるからちょっとここ切らなかったと思うんですが、どっかのタイミングではいつかこう切らないとすごいバランスが悪く伸びていくので、こっちがメインの長さなんです。実は本当は今長さとしてどのぐらいなのかっていうとこういう感じなんですよ本当は。だけどここの長さがあるから長く見えてるだけ でこれパーマかけたりするとすごいバランス悪くなるんですよ。だから伸ばしてたとしてもここはちょっと少しこう切った方がいいかもしれないですね、はい、それは大丈夫ですかね、はい、あんまり切るところがないのでそんなにあんまり切れませんいいですか、はい、そんな切んないから、ここ切ってここいらない、この角はいらない、これブローは自分で綺麗にしてますね。ありがとうございます。結構きっちりしてきました。そうですね。私もこれダメかなと思ってますね。サボサダメかなと思って。いや、かなり綺麗に戻してるから仕上がり良くしないと、もともとの方が良かったんじゃねってなっちゃうので、ちょっとかなりプレッシャーですそう、この角あるとね、パーマかけた時にこう外側にかければまあなんとかなるんですけど、ちょっとここが邪魔くさくなります、なんで今本当はね、もっとこれここまで切る必要があるんですけど、ちょっと今日は切りません。まだここが伸びてきてないので今切るとちょっと長さがかわいそうな長さになっちゃうので、ちょっと見せるまでのカット今日ないな。
多分。で、アウトラインこのつむじから対して、まっすぐ放射状に落ちるように、キャスカットしていきますね。まあそんなに説明するほどのカットじゃないのでちょっと省略したいと思います。例えばこう肩に今当たってますが、このぐらいで跳ねてなかなか綺麗に伸ばせないっていう人は途中でこうパーマかけてもいいかもしれないですね。ここ通り過ぎるまでの間って結構普通なので、その間にパーマかけるのも一つかもしれないですね。とりあえずね、水もう終わったなと思いました。明日から営業できないのかなと思います。水が出なくなっちゃった。すいませんね、ちょっとせっかく多分こっちの方向かってたと思うけど、もうそういうの結構ギリギリだったので、トラブルで。これで顔周りのこの、なんていうのかな、この角が取った感じなんで、はい。で、まあ普段ならちょっと段入れるんですけど、なんかいまいち段のイメージがつかなくて、彼女ない方がいいのかなって気がして、なんか、ワイルドになっちゃうからウルフっぽくない方が良さそうで、あえてこのベース整えてやろうかなって思ってます。はい、ちょっとこのラインで一回ちょっと調節をします。ちょっと静電気を出しますね。今日この子は混んでましたか？空いてそうですね。平日だとあんまりいない。ホットヨガやったんですか？して最高ですね。寝るとこでした。あれ、まださ、石のやつ、地下の石の岩盤浴なんですかね。ボコボコしてるやつ。ありました、岩塩とか石とか。そうそうそう、めっちゃ痛い。寝るときさ、超痛いじゃん。痛い。あれ痛くない？あれ行かない、あそこ。でもちょっとぬるめんとこ、肩こりとかにヒットするんですよ。だから、あー、なるほど、そっか、あの石が、石が、なるほどね。そうか、寝始めた時だけちょっと足痛いなって思いながら、所定の位置まで行くまでがすごく痛い。足の裏とか。よし、これで今表面の方段つながって、ベースは今簡単にまあこのぐらい作れちゃいますね。あとちょっとちょっとだけそぎ入れるぐらいかなと思います。はい、でペンシルシザーを今日は使うんですけども、縦すらをバーコード状に取って、僕はこのままペンシルシザーで、少し間引いていきます。で表面は入れちゃうとパサってなっちゃうの で、あと彼女の毛量がサイドがちょっと少ないんで、バックよりサイドはね、本当に軽くニュアンス程度に入れていかないと毛量が少なくなっちゃうので、サイドはね本当軽く入れるぐらいでいいんではないかなと思います。お前とかはほとんど入れなくていいかな。今の量ぐらいでちょうどいいので、バックがその分ちょっと重いので、バックの方ちょっと入れていった方が、はい、で上からロックして、はい、スクラッチを入れていきます。スライドカット入れるよりもこっちの方がいろんな毛束の方向をつけられるので、下からだとやっぱり右利き左利きで結構削る場所変わってきちゃうんですけど、スクラッチカットだと希望のところ、希望とかのやりたいところが削れるのですごくいいです。でバーコード上にこうすることによって毛束が実際どれぐらいなくなったのかなってこう見れるので、その毛束を見ながら取っていくことができますね。はい、でもう一回バックの方ですね。少し耳後ろの重さがちょっとモデルさん多いので、ちょっとそこをちょっと取りたいと思います。で一番下のところをやりすぎるとアップした時に短い毛が出るので、そこは落としていただいた方がいいですね。まあ、やっぱりペンシルの笹刃の方が一番、より他のシザーでもできなくはないんですけど、まあ、ショーバルとかでやるよりもペンシルでやった方がより
なんていうんでしょうね、ナチュラルに切れるというか、はい、でこれぐらいの量感で、やっていきたいと思います。で顔周りの方はちょっと重めの感じを残していきたいと思いますね。